愛知のダラダラジオ。はい、ということで今年も始まりました、愛知のダラダラジオ。若干予想を変えてみたんですが、いかがだったでしょうか。好評だったら続けますあの、年変わったんでね、少しなんか雰囲気変えたいなっていうので、ラジオっぽいスタートにしてみましたがどうだったでしょうか。はい、ということで、まあやることは一緒です。今年もね、日曜日の夜8時にまあダラダラと喋っていくダラダラジオをね、毎週投稿していきますので、よかったら今年もお付き合いください。で、年始一発目のテーマはですね、ないものはないというテーマでやっていこうと思います。で、もしこのないものはないというフレーズであって気づく方がいたら、なかなかのワンピース2かもしれませんというのも、ごめんなさいね、これ漫画のワンピースのあるセリフの一部なんですよ。で、それが今回のテーマになってます。で、まあワンピースが知らない方ももちろん、あの、聞いてもらって大丈夫な話をしていくんですけど、あの、軽くね説明すると、ある、まあ、主人公がルフィっていう、ゴムゴムの実を食べたルフィっていう男の子なんですけど、その方が、その方っておかしいかルフィがですね、まあ、ちょっと打ちひしがれるシーンがあるんです。で、そこで、あの、もう自暴自棄になっちゃうんですよ。で、その時にジンベイっていうキャラがいるんですけど、ちょっと渋いキャラがね。で、その人が、その荒れ狂ってるルフィに対して、今は辛かろうがというわけですよ。で、それらを押し殺せと、辛い気持ちをね。で、こっからがすごく好きなフレーズで、ちょっと言いますね、そのまま、失ったものばかり数えるなっていう、ないものはない、確認せい、お前にまだ残っておるものは何じゃっていうわけです。で、この言葉はですね、私すごく大事にしている言葉で、生きている時にも普段もよく思い出すようにしているんですが、あの、ちょっと使い方のシーンはずれてるんですよ。自分の中で自分で落としてるものはちょっ と違うんですけど、本当のストーリーとは、本当のストーリーは、そのあるね、あの、大事なものを失った時に、その辛さを、ないものはないと、失ってもしまったものは、でも残ってるものがあるだろうって、何が残ってるって、まだルフィの仲間が残ってるんで、仲間がいるよっていう、その大事なものを思い出させるシーンなんですけど、自分はちょっとこの捉え方を変えていて、例えば、みんなもね、あの、なんだろう、俺よく学生の時って完璧主義の子が多いって勝手に思ってるんですよ。どうしても完璧主義になりがちで、これは悪いことではないんだけれど、どういう悪い面が出てるかっていうとね、その例えば周りと比べた時に、周りの人ができているのに自分ができないことを自分に対して強くダメ出しをしてしまう。完璧主義というのはちょっとずれるかもしれないんだけれども、あの子はこれができるのに私はできないっていうのを探しちゃうんだよね、無意識に。で、これの悪いところは、さらにね、良くないのは、例えばさ、いろんな項目があるじゃん。じゃあ例えばスポーツでいいよ、スポーツの種類もいっぱいあるじゃんか。じゃあ、そう、じゃあ俺がね、じゃあスポーツがあんま得意じゃなくて、 A 君と比べたら、 A 君は俺よりもサッカーがめちゃくちゃうまいんだよなって、 A 君とサッカー対決をして負けるんですよ。で、今度 B 君とはサッカーじゃなくてバスケで対決する。 B 君バスケがうまかったらさ、で、あいつ B 君はね、あいつはさ、バスケうまいんだよな、すげえよなって、で、 B 君とはバスケ対決して、俺バスケできねえしなってへこむんですよ。で、 C 君とはバレーボールでとか、で、その子その子にはさ、やっぱ特色があって得意なものがあるじゃないですか。で、そこと比べて、いろんな人と違う面で比べて、で、自分は何もないなっていうふうに思って落ちていくんですよ、っていう子がものすごく多い、ものすごく多いんですよ。で、自分も実はそのタイプで、だから気持ちはわかると思ってます。はい、それのなんか、なんていうのかな、落とし穴というか、こう沼にはまってしまって、結構苦しんでた時期が長かったんで。でも、その例えば人間の、まあ、その人のさ、能力を数値化できるとした時に、まあ、例えばサッカーとかバスケとか、まあね、バレーボールとかの数値化ができて、まあ、あと優しいとかさ、わかんないよ、頭がいいとか数学とか英語とかわからんけど、いろんな項目ができた時に、全部が完璧にできるやつなんていないんですよ。いないいない、はい、基本的にはいないと思っていて、でも、そのいろんな人と比べることによって、自分のダメなところ、つまり劣等感をいろんなところでこうもらっていってしまうって思っちゃってるの。それをやりがちだって人は。で、 YouTube もすごくそうで、 YouTube って、まあ、エンタメにおいても、まあ教育系もそうだけど、本当に優秀な方がいっぱいいらっしゃるんですよ。で、そこに例えばその芸能人の方とかプロフェッショナルの方もやっぱ YouTube を今始めてらっしゃるから、もうどん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 すごい方が来ていらっしゃると。で、そこをさ、真っ向勝負でその分野で自分戦って、それぞれにね、
面白いとエンタメでねすごい長けてる方と自分がエンタメ要素で比べて、あ自分エンタメもできねえとかね、そう一個一個比べてさへこんでいったらさ、まあ勝てるわけがない。でやっぱ自分を認める力というか自己肯定感もどんどん崩れ去っていくんですよ。でちょっとね話がだいぶそれちゃったんですけど、このジンベエのねセリフに戻った時に、その失ったものばかり、つまり俺ないものばっか数えるなっていうのをよく思ってる自分に、そうないものはないんだよって、俺ができないことは今はできんって、もちろんそこから練習してできるようになるかもしれない、自分が本当に変わりたいと思ったらそれは本気出せば変われると思ってるから。けれどその A 君とか B 君とか C 君と比べて、その項目で比べてない、自分が持ってないって思うものばっかり数えてんじゃないよ俺って思って、でそれをみんなにもちょっと思っててほしい。これはもしかしたら今聞いてる時に、いやそんなことないけどなって思ってる方もいると思う。でも何かが人生うまくいかなくなった時に、ちょっと歯車が狂ってしまってね、うまくいかなくなった時に人はこの沼にはまりやすい。そう、数え出した時に自分ができないことばかり数えてしまう。でもそんなことない、ね、その人その人は特色がある、あなた自身にも得意な分野があるんだって。でも人は自分が他人よりも長けてるもの、できるものっていうのに目が行きにくい、特に落ち込んでる時は。そうだから、お前にまだ残っておるものは何じゃっていう、それはお前自身、俺だったらね俺自身ができること、そうお前の特技とかできることというか、まあそれは例えば思いとかでもいいと思うんだよ、うん、実際の能力じゃなくてね。例えば俺だったらすごい数値化できないものではあるけども、俺本当学生のためとか子どもたちのためっていう思いだけは本当に誰にも負けんと思ってる。だからそういった思いでもいいと思う。それはね、お前にまだ残ってるというか、他に勝てるものというか長けてるものは何なんだいっていうの、そこを大事に見ていきなよっていうのを、このジンベエのセリフから、いやすげえなんかこうねじ曲がった受け取り方をしてると思うかもしれないけれど、初めて読んだ時に俺このシーンめちゃめちゃ泣いたんよね。そう、まあ俺すぐ泣くからさ、泣き涙もないんでね、すごい刺さったの自分の中で。多分当時読んだ時がまさしくそれだったんだよね。そう、他人と比べて自分のできないこととか劣等感ばっかり自分に植え付けてて、あちげえなってそう思って、でもすぐには変わらなかったよ、もちろん変わらなかったけども、でも一つの見方というか、自分に対してのね物事の考え方という意味ではすごい衝撃だったし、結構大きなターニングポイントだったの。そうで、なんでこれをね、2021年の初回にこんなちょっと重ための話をしてるかっていうと、まあ、特に受験生だったりとか、まあ、もちろんね結構こう自分に対して自信が持てなくなってる子もいるだろうし、あとはこう学校がまあ始まるじゃないですか。で学校が始まるっていうので気分が落ちちゃう子もいるだろうし、で今コロナがこんな状況になっちゃったから、あの家庭内でみんな自身よりも親御さんの方が、まあ、収入面とかもそうだね、お仕事のこととかもあって、まあ、イライラしてるというか、家の中の状況が悪くなっていくご家庭が絶対に多くなってしまうと思うの、このコロナのせいでさ。その時にやっぱりそこのしわ寄せというか、ストレスをダメージを食らうのはやっぱみんな自身というか学生の子が多いんだよね。そう、結局子供に幸せって言っちゃうからさ。そうだからそういった時に、まあ、身近な人にさ、例えば親とか家族にね、あんたはダメな子よみたいな言われてたらそう思っちゃうんだよね。そう、まあ、洗脳されるっていうか思い込んじゃうから。でもそうじゃねえっていうか、自分の中で一個こう耐える、視点というか、そういった意味でこれをね今回伝えたくて喋らせていただきました。ちょっと大好きなんでもう一回最後言いますね。編集で文字とかこれ一応ラジオだからさ出せないんで、いいかい、それらをね押し殺せと、辛いけど押し殺せ。何するかっていうと、その失ったものばかり数えるなと、ないものはないんだって確認せい、お前にまだ残っておるものは何じゃっていう、ぜひ、まあ、ちょっと俺は脚色した解釈をしているけども、それぞれもちろんね俺のこのまんま受け取る必要はないと思うので、なんかいい風にプラスのものとして、みんなが一人でも多くの方がね受け取ってもらえたら嬉しく思います。はい、ということで2021年初回のダラダラジオでしたけども、いかがだったでしょうか。まあ毎週ね最初にも話しましたが、今年も変わらず日曜の8時に投稿していきますので、ぜひね
まあ、その時間にタイムリーに見ろってわけじゃないですけど、結構寝ながら聞いてくれて寝落ち用に使ってくれてる方も多いらしいので、まあ、皆さんそれぞれ好きなように聞いていただき、まあ、いろんなことを感じてもらって、でダラダラジオのコメント欄見るの結構、まあ、全体的に見るんですけど、ダラダラジオの、ね、コメント欄は結構好きで、なんだろう、より見るというか読ませていただいているので、よかったらコメントとかもね残していってください。はい、ということで、じゃあ今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。